よし。ああ、美味しいコーヒーができました。そして今日のコーヒーのお供に、じゃじゃーん。これはビーズです。ピーナッツバターカップスです。これはね、とっても美味しいお菓子なんです。どういうふうに美味しいかといえば、これはですね、カップの中にチョコレートとピーナッツバターが入っているんですね。ちょっと開けてみましょう。はい。一パックに二つ入ってます。こんな感じです。はい。じゃあ食べましょうね。こうなってて、カップのこの紙をね、最初に剥がすんです。紙ごと食べちゃいけません。ちゃんと剥がして食べます。で、剥がれたらこうやって、まあ、こぼれないようにこうカップを下に添えていただきます。中はこんなです。見えますか？見えない？なです。ちょっとね、外は甘いチョコレート、中はちょっと塩味の効いたピーナッツバターが入っております。このちょっと塩味が効いてるのがとってもいいですね。癖になる美味しさ。苦いコーヒーを飲みながら食べるチョコレート、これがいいんですね。はい、いいです。ピーナッツバターカップでした。4パック入りです。いくらだったか忘れましたが、声優で売ってます。はい、終わりです。